きなケーキにお誕生日の文字が描かれます。お祝いカンちゃんの誕生日できたわ。わーい。今日はカンガルーのカンちゃんの誕生日。カンちゃんは嬉しくてたまりません。痛い。まあまあカンちゃん、おいておしてはいけませんね。ダメよ。はい、ごめんなさい。さ、騒いでばかりいないで、お部屋を飾ってください。はい。お母さんがせっせとごちそうを作ります。みんなはお部屋をきれいにします。あ、もうなくなっちゃった。もっとないかな。あら、まあ、さんが滑った滑った。ごちそうのいい匂いがカンガルー一家のお家の窓から野へ森へと流れて行きます。甘い甘い、それはそれは素敵な匂いです。狼のところまで漂ってきました。してきたぞ。これはたまらん。腹が減った。一つ匂いをたどってみよう。カンガルーの家だな。ごちそうにありつけるぞ。あ、狼のおじさんだ。出た。うまい、うまい。なんてうまいんだ。よく食べるね。だがまだ食い足りないんだ。こんなに食べたのに。生きた餌が欲しいんだ。お前のような。そうら、あ、大変だわ。食
来るんだ。あ、カンちゃんが大変だ。狼にさらわれていくカンちゃん。お母さんはもうびっくり。それ。懸命に後を追いかけます。そして兄弟たちもまた。カンちゃん、カンちゃん、カンちゃんを助けて、助けて。どうしよう。カンガルーのお母さん、どうしたのですか？とモグラが親切に尋ねます。子供が狼にさらわれたの。僕たちが助けてあげましょう。ありがとう。お願いね。モグラさんたちはトンネルを掘り始めました。モグラ隊の総攻撃。狼の家へ向かってトンネルが走ります。さあ、ここから入ってください。気をつけてね。モグラを先頭にカンちゃんの兄弟が続きます。とうとう狼の家の下までやってきました。上では狼が牙を向いてカンちゃんに向かっています。おとなしくしろ、うまそうなチビめ。こら。カンちゃんはすばしこく逃げ回っています。もうダメだ、観念しろよ。くすぐったい。これ一体どうしたんだ、あれ。それ、今だ。よいしょ、よいしょ。これなんだこりゃ。ん？中に何かいるのかな。よし。えい、どうだ。痛い。こら、こら、待て待て待て、またか、こら。えい、えい、えい、えい。まったく、しばしこいったらありゃしない。よーし、覚えておれよ。それ、今だ。助けて。ついに狼は降参しました。思い知ったか。カンちゃんは助かりました。お母さんも懸命です。万歳、万歳。みんなは大喜び。青空に元気な声が響きます。よかったわね。まあ、カンちゃん無事でよかったね。お母さん、みんなのおかげで助かったよ。カンちゃんと兄弟の明るい歌声がいつまでもいつまでも響くのでありました。カンガルーの誕生日一巻の終わりであります。